皆さんこんばんは、バレスのハムスターライブ配信です。今日はね、さくらちゃんでございますね。今日はね、さくらちゃんにね、お守りをいただいたんですよ。なのでね、そちらを公開していきたいと思いますね。どこに置こうかな。サボジャ、はい、お守り置いとくで。うまいとこ、うまいこと置かれへん。今日はね、掃除したんで、こちらがお守りでございますね。さくらちゃんはなんか脱走してますね。なんか西野神社というところがあるんですかね。あ、お守りですね。あ、もえもえさん、いきなり140円本当にありがとうございます。いや、いよいよね、月曜日に、あさってですか、さくらちゃんのね、手術待ってますんでね。早くね、良くなったらいいのにね。だからじゃあお守りあるから大丈夫な。いや、ほんとそうですよね。さくらちゃんもまだ若いしね、元気いっぱいやもん。まあ、フォロワーさんにね、お守り送ってもらってね、まあ感動しているところですね、バレですわね。さくらちゃんはみんなにね、おいら応援されるんだ。ついでにね、かぼちゃの種もね、送ってもらったんでね、こちらもさくらちゃんにね、早速あげたいと思いますね。うまいで。いらん。こっちどこで。さくらちゃん暇だね。好きやったのにな。最近全然食べへんもんな。暇だね。ピューレもあんで。さくちゃんどうもこんばんは。ね、今日ね、お守りいただいたんでね、さくらちゃんのお守りですね。月曜日に手術なんで、西野神社という、まあ多分九州の神社なのかわかんないですよね。まあ、お守りいただきましたんで、さくらちゃん頑張ってほしいですよ、本当にね。まあ、とりあえず月曜日手術ね、頑張っていただいてってな感じですね。
元気だな。はい、めっちゃ元気ですけどね。なかなかねえ、もう暇だね、もあんま食べないし、なんか食べたいもんとかない。じゃあ走るね。今日は部屋全部ハムスター掃除したんで、綺麗になりましたね。そうなんですよね。まあ早く治ったらいいんですけどね。月曜にね、レーザー手術して、ね、お守りにすがる感じですね。サバリはまだ食べる？サバリはお守りにすがってますね。お祈りっていうか、なんていうか、なんか楽しそうです。ちょっと西の神社噛まないでください。西の神社むっちゃ噛んでる。西の神社噛みすぎる。あずこさんどうもです。今日お守りもらったんで、さくらちゃんと今お守りを見ているところです。はい、このお守り持ってね、一緒にまあ一泊すんのかわかんないですけど、手術立ち会いたいと思いますね。モナーさんはまだ来てないですね。そろそろ来るんかな。ラーメンチーズ食べる。置いとくで、このプレートにな。ここに泡ボールも。今日は土曜日なんでね、土曜日は何ですかね、まああんまり集まり良くないですね。でもね、寄付金今で TikTok と YouTube で合計そうですね2万円ぐらい集まったんで、さくらちゃんの手術代ね、さすがに2万ぐらいやったらいけ、手術いけそうですけどね。わかんないですね。なんか何日間にわたってやる可能性もありますしね。あんまわかんないですけど、まあでもさくらちゃん自身は元気でやってまして、出血は今日も止まっておりまして。サトチンさんどうもです。まあ月曜日にレーザーやって、まあ麻酔でね、どうなるかわかんないですけどね。まあ今日お守りいただいたんで、皆さんにご披露ということでね。さくらちゃん自体はこんな感じで、はい、元気でやってますんで、
神様、西の神社の神様、よろしくお願いしますみたいな感じですね。さくらちゃん、めっちゃペットお守りちょっと出したいよな、ペットお守り大丈夫やっちゅうね、そんな心配してんだろ。このお守りさえあれば大丈夫や。一泊すんのかな、わかんないですね。さくらちゃん、お守りどこに土取りますかね。さくらちゃん、お守りで遊んでる場合じゃある。これがペットお守りでございます。ありがとうございます。さくらちゃん大丈夫やからな、お守りあるから。お守りってあるんですかね、こう英語とか知らんけど。全然わかんないですよね。まあ西の神社がどこにあるかも知らないですけど、よかったね、さくらちゃんね。まあ治ってくれたら本当いいですよね。まあ、だいぶ固まってきたんでね、耳の。なのでスパッとこう取り除いていただきたいですけど。出にくいわな、引っかかるもんな。出にくいというか出られなくなってない。ミミちゃんの守りはバイクに引っかけときますね。ミミちゃん出られる？ミミちゃんちゃうわ、引っかかってる。出られる。下から出よな。はい。あれじゃん下から。上から出んでいいから、下からで、はい、はい、まあ、こんな感じですね、はい、じゃあ帰りましょう、さくらちゃん、はい。まあそんな感じですね、こちらミミちゃんですね。
どこにいんのかわかんないですけど。エミちゃん、ありましたね。エミちゃん、カバちゃんの種食う、はい、これ結構人気やねんけど。もう食べてますね。カバちゃんの種はもしかしたらヒマ種よりもね人気かもしれないですよね。黒豆ちゃんもハマったりするかもしれないですよね。食べへんのがいい。ゆみちゃん外出ですか。はい、隣の家に行きましょう。いちみさん、2500になるとでます。こちらは、みみちゃんです。みみちゃんもペットお守りあるから。なあ、さくらちゃんの応援よろしくお願いしますね。相変わらず可愛いミミちゃんですね。なんか暑くなってきましたよね。今年の夏は暑いかもしれないですね。うちがハムスターだらけなんでね。じゃあ若いね。ブルーサファイアハムスター可愛いですけど、ミミちゃんはなんかこう別枠で可愛いですよね。何なんですかね。まあ、今はデブってますけど、デブってない時も可愛かったんで。顔が可愛いんですかね。ミミちゃんお守りあれで。ミミちゃん病気 してないけどね。さくらちゃんのやつやで。
ゃあまたこっちの家に。なんか違う。なぜそこへ。なんかニミちゃんは何してても可愛いね。優子さん出てきましたね。西の神社ちょっとアピールしそうだな。西の神社やで。食べられへんねん西の神社。みゆちゃんすごいとこ入ってくだよ。さつこさんありがとうございます。みみちゃんはね、なんかむっちゃ可愛いんですよ。まあうちのハムスターの中で一番可愛いんじゃないですかね。今20匹ぐらいいますけど。何してんのかよくわかんないですけど。とりあえず神社にお参りしておられます。はい。初詣みたいなもんですな。みみちゃん初詣西の神社ね。みみちゃんそこ好きやな。みみちゃんなんかよかったね、好きなとこが見つかってね。ハンドハートありがとうございます。こちらの神社のお守りはこちらになっておりますね。このお守りを持ってね、明日ってかさくらちゃんは病院で手術を受けることになります。よろしくお願いいたします。今のところ寄付金2万円ぐらい集まりましたんで、どれぐらいかかるのかな、わかんないですけど、まあわかんないですね。初診料とか再診料とかレーザー治療費、薬代、麻酔かけていろいろ込み込み、まあ最悪4、5万かかる説ありますんでね。まあ皆さんに嬉しいと持って帰ってきますんで、まあでも問題は治るのが一番ですからね。もし治ったら桜ちゃんがもし治ったらね、その病院をですね、バレスは獣医さんをねリスペクトして大々的に報道したいと思いますね。ゆみちゃんもうじゃあ帰りますか。
ゃあミミちゃん帰ります。帰りますというか、別部屋へ。はい、こちらはヨゴさんです。ヨゴさん何食べてるんですか。ピューレもこちら食べられるお皿に置いときますよ。なんか不思議やな、食べられるお皿だな。まだ食べる。小原さんどうもです。さくらちゃん今買ってきましたが、今日お守りをいただいたんでね、レーザー手術が成功することを祈るばかりです。ヨゴさんすごいとこから入っていますね。出られなくなってるじゃないか。下から出ればいいじゃない。下から出ればいいじゃない。不穏まいまいさんどうです。下から
せられますよ。ああ、ちょっと向きが違かったんですね。よかったね。そうですね、優子さんは美人ですよ。今だねも揃えておりますんで、食べていただければ。なこれは時間かかりそうですね。まあ好きなだけ食べてください。かぼちゃの種も今日もらったから食べとき、はい、食べるかな。お、行く行く行く、かぼちゃの種行く。ママかぼちゃの種行ってますと見せかけていかない。みたいな感じですね。まあこのハムスターお守りさえあればね、さくらちゃんの怪我も早く治るんじゃないかと思いますね。今なんかもう見つけたやつから順番に出していく感じでいきますかね。こっちはサバジローです。白白おいで、白おいで、白も出てこないですね。白今日お守りをねいただいたんでね、このお守りね、これを持ってね、レーザー手術ね、うまいこと言ったらいいんですけどね、本当にね。ダジさんどうもです。ハムスターお守りと花とバイクです。そしてこちらは優子さんです。はい、こちらは里屋募集中の四郎です。こちらは沢次郎、沢次郎ですね。まあ、名前はね勝手に決めたんで、昨
まあ、変わっていくと思いますが、まあ、シロ君も今里親を募集しておりますんで、皆さんよろしくお願いしますね。サバシロ、ここ餌いっぱいあるからな、好きなやつ食べて元気出していただきたいですね。この草のこれお米で固まってるらしいんですよね。ほんまにもピルでつけたりね、エナジーワイトもつけておきますかね。白を砂は気持ちがそうですね。白もね、早く里親さん決まったらいいんですよね。今日はお守りをですね、いただきましたんで、あー、いやー、小川さんの間です。小川さんは西の神社、あとお守りよろしくお願いします。全然サバジロー感じないですよね。さくらちゃんのお守りです。今日お守りいただいたんでね。みんな西の神社に参拝されてます。どこにあるんだかわかんないですけど、多分九州の神社だと思うんですけど、フォロワーさんにね送っていただいたんでね、お参拝 お疲れ様です。今サバ子ちゃん、サバ次郎が神社にお参りして、さくらちゃんの手術の成功を祈っておられますね。ありがとうございます。お母さん、ご苦労様です。お参りしたな、サバジローな。あとはお参りしたらかぼちゃの種食べて、食べへんのか、好きなように遊んでくださいね。
楽しそうだな。サバシロですね。りょうこさんは満タンですか？もっと食いますか？キアさんどうもです。今日はね、ハムスターは、うちのハムスターは神社に参拝してますね。今こちらのサバシロが西の神社に参拝しておられます。さくらちゃんの回復を願って神社に参拝されとるようなおられますね。サバシロ、自分の名前プレートで遊ばないでくださいね。こちらはゆうこさんです。ゆうこさん暇だね。めっちゃ集めてますね。たけたけさんどうもありがとうございます。サバシロやる？まだ遊ぶ？じゃあまだ食べる？サバシロむちゃ食ってるな。シナモンさんどうです。サバシロです。サバシロ今参拝してきたんで分かります。今西の神社に参拝してきたサバシロですね。ゆうこさんはひたすら飯食ってますね。
さくらちゃんのお守りはこのこれです。このお守りを持ってね、さくらちゃんも祈願、今ハムスターたちがしてるところでございますね。次の参拝者はあずきちゃんなんですけど、あずきちゃん出てこないっていう。あずきちゃん、あずきちゃん出てこないんですね。さくらちゃん本人はさっき出てきたんですけど、寝ちゃいました。シナモンさん、ありがとうございます。ケイコさん、どうも。3500いいね、ありがとうございます。じゃあ、暇そうなハムスター連れてきますね。クリオです。クリオも嫁さんのレーザー手術の参拝ちゃんとしときや。参拝する気ないやろ。クリオ君参拝する気は感じられないですね。
ゆうこさんはまだ満タンになっておられませんね。ジェイコさん、ハートミーありがとうございます。クリオくんです。クリオくんも参拝してますね。さくらちゃんの西村神社、じゃあ西の神社にお参り、今日は皆さんされますんで、なかなかね、お守り、ハムスターのお守りいただくのも初めてですし、ハムスターが神社に参拝するのもね、初めての光景ですね。なかなか不思議なもんですね。みんなね、ゆうこさんちゃんはさくらちゃんも心配してるんですね。沢君も参拝して、沢君ちゃんがもう栗尾君も心配して神社にお参りに来られました。アーチさんどうです。ちゃんと水でおててを清めてね、参拝してなあかんらしいけどな、まあ、よう知らんけど、あれですわ、明日神社の掃除行かないといけないんですよね。めんどくさいですね。今日はメス来てないですけど、入れますか、どうしますか。
ヨコさんまだ食べておられます。西野神社に攻撃を加える栗尾くん、西野神社に攻撃を、神仏なんとか罪で神仏を神仏なんとか罪でダメです。栗尾くん、神仏は大事にしてください。神仏なんとか罪で分かんないですね。ゆうこさんは今日も元気ですね。キャズさんどうもです。ゆうこさんありがとうございます。けいこさんハートミーありがとうございます。もう1時間経った。まだハムスター2、3匹しか登場してないですよね。まあ、さくらちゃんね、とりあえず明日は薬飲んで、まあ、月曜日が手術あるんで、まあ寄付金もね1万円じゃなくて2万円ぐらいは皆さんに集めあったんで、ね、まあ、どれぐらいかかるか全然わかんないんですけどね。まあ、ペットお守りいただいたんで、このペットお守りを持ってね、これですね、一緒に行きたいと思いますね。まあ、西野神社はどこにあんのか、ゆうこさん知ってるか。知らんわな。バラですも知らないですね。まあ九州だと思いますけどね。リオさんまだ食ってるし、まあいいんじゃないの今日は。クリオ君出てきましたね。これは参拝終わりましたか。そうですか。ゆうこさん満タンで変わるみたいです。
まだ3倍してるし、どんなに3倍すんねん。どんなにね、西の神社3倍すんねん君は。次の参拝者は黒豆ちゃんです。黒豆ちゃんはちょっと参拝されるそうですね。まあ、ゆっくり参拝していただいて、今日はクロムちゃん鋭い目をしてるね。参拝しますか、ペット神社。行かれましたね。今ペット神社に参拝されました。黒豆ちゃん参拝されました。靖国神社ちゃうやんからな、そんな参拝したからでブーブー言われへんから。クロマメちゃん拝んでおられますね。非常に清らかな参拝ですね。まあ参拝した後は暇種でも食べていただいてね、ゆっくりくつろいでいただければ。いいんじゃないでしょうか。ペット神社のご本尊はこちらにありますんで、こちらご本尊で。今日送っていただいたんでね、このご本尊と一緒にね、さくらちゃんは月曜日にね、まあ、入院するんだかわかんないですけど、していただきたいですね。クレオ君3杯終わりましたね。
ゃあ栗尾くんは帰っていただきますか。まだ帰らないみたいな感じですか。あんま神社でねデートとかする人いないんで、まあ、別にみかんちゃん連れてきてもいいですけどね。神社でデートって中学生じゃん。みかんちゃんも参拝してください。はい、みかんちゃん参拝します。横の変なおっさんは置いといてもらって、ちょっと変なおっさん今みかんちゃん参拝されてますんで、ちょっと変なおっさん、ちょっとふうふで参拝ですか安産祈願的な。これがまだ参拝に行かれました。これ参拝中に乗っかってはいません。はい、これ神聖な場所ですから。メガニャさん、メガニャ参拝してませんね。今から参拝されるそうです。はい。フレオ君は参拝終わったんで、もう帰っていただいていいんですけど。じゃあメガちゃん食べ終わったら参拝していただいて、神社でその喧嘩しないでください。あれですが、高校生の時神社でデートしてるやついましたね。そういえばね、コーラス部の部長と副部長みたいな。これは上がれますね。みかんちゃんちゃんと参拝してくださいよ。お清めの砂いいですね。まあ砂でお清めをされたみかんさんが今から参拝されます。どうぞお入りください。みかんちゃん参拝されました。西の神社参拝されました。あ、むっちゃ参拝してる。みんなさくらちゃんのためにね参拝されておられますんで、変なおっさんももう参拝して帰って行かれましたね。クロナちゃんは参拝が終わって今
境内で、神社に境内あんのか知らんけど、お食べになられておられますね。神社で変なおっさんはちょっとダメですよね。みかんちゃん参拝お疲れ様です。まあ、ちょっとご飯でも食べていただいて、清らかな心でもう一回参拝するみたいですね。まあ、一日何回参拝してもいいですからね。いっぱいね参拝していただいて、みんな参拝してますね。さくらちゃん、ご本尊、神社にご本尊とかあんのか知らんけど、こちらご本尊の方になりますんで、ペロペロしないでください。鈴とかついてますよ。食べられないですからね、ご本尊。神社ってご本尊あんのかな。はい、じゃあみかんちゃんお帰りになられます。次の参拝者は もちこさんですね。もちこさんも参拝に来られました。もう早速参拝されましたね。もちこさんもなんか最近暇だね、いっぱい食ってるんで、食べていただいて、神社行ったらお餅がまねもらえますけど、暇だねもらえますから。おかぼちゃの種行く？行かない。結局エナジーバイト行くんですか。まあいいんじゃないですか。あ、この神社とこの苔のようなこのプレートが、草プレートがいい味を出してますよね。
ちゃ食べてますね。まあいろいろ食べ物ありますから食べていただいて、暇だねもうどれそれ取れますんでね、またご参拝ですか、まあどんどんご参拝していただいて、チーズとかありますしね、むっちゃ参拝しますね。クリオ君バレに参拝されますね。西の神社大人気やな。まあさくらちゃんの病気がね治ったらね、西の神社に参拝ツアーに行きましょう皆さんで、ね。まあ多分九州ではないかと思うんですけど、はい、さくらちゃん回復させた西野神社の神様がね、さくらちゃんも深く深くお参りされてますね。さくらちゃんちゃんはもちこさんもね、くだめちゃんはもう参拝終わって飯食ってますね。バラですわ、ちょっとおいじめさん7800円ありがとうございます。おもちこさんも参拝を終えて飯食ってますね。
ラメちゃんは満タンですか。帰れますか。まだ来るんですか。まだお食べになられておられますね。横幅でかいですね。おー、チョコさんどうもこんばんは。今ハムスターは神社に参拝するという今参拝終わってご飯食べておられますね。マジコさんも参拝終わられたんで今ご飯食べておられます。結構みんな参拝しましたね。今で 5,6 匹参拝されたんじゃないですかね。まあ清らかなる心でね参拝されて、まあ美味しいご飯を今食べておられますね。ドラマちゃんも参拝終わりまして今ご本尊様の横にこれでいきましょうかね。こっち向けかな。まあ、このお守りとともにね、さくらちゃんは月曜日に旅立ちますんで、帰ってきたらね、ええ感じになってくれたらいいんですよね。クラマちゃんも MJ さんどうもです。よくお食べになれますが、今日はもちこさんもね参拝が終わってバリバリ食ってますね。まあ、バルデスもね明日神社の草刈りに行くんですけどね、リアル草刈りに行きますけどね。昔は土俵とかあったのに今はもうないですしね。昔はおみこしとかもあったんですけどね、今はないですよね。もうね一応保管はされてますけどね。おみこしあんまりこう以降派手なパフォーマンスはやらなくなりましたよね。まあそりゃそうですわね。まあ田舎の神社はね
まあ、その村ごとにあるんですけどね、村ごとにというか部落ごとにというかあるんですけどね、なんかこう宮司さんは、まあ、まとめてやってますよね。まとめて神社を管理されてますね。まあでもお手入れはね、檀家の者たちがしないといけないですからね。まあ檀家、神社は檀家って言うんですかね、わかんないですよね。まあ田舎暮らししたい方多数おられると思いますけどね、まあ、田舎暮らしはめんどくさいですよ本当にね。いろんなことに参加しないといけないですけどからね。まあでもうちの近所にいる人は宗教が違うとかいう感じでお寺とか神社のには入ってはいけない的な感じで、そんな人もいますね。ラオちゃんもまたんすか、まだ食ってるんですか。なんか参拝時間短いけど飯食ってる時間めっちゃ長くない。ちくわさんどうもです。めっちゃピューレ食ってるね。ピューレ食ってエナジーバイトも食う？食いますね。なかなか食欲旺盛なクラムちゃんですね。やっぱお参りしたらいいことあるよね。いっぱい食べられるしね。むっちゃ食ってるな。このお皿いいよね。食べられるお皿。はい、もうええやろ。はい、これで、はい、もう大満足ですか。大満足でしょう。もうそんなに食うたら十分やろ。もちこさんも早く、まだ食べますか。はい、プリプリです。じゃプリプリも参拝行こうか。はい、はい、どうぞ入ってください。参拝終わったらね、いっぱい餌あるから食べてもらって、この辺に参拝が先やで、参拝する前に飯食ってる場合じゃで。
ブレブレ参拝、参拝まず参拝してから、ブレブレ参拝しないの足立さんの方です。なんかブリブリは参拝せずに飯を食ってますね。なかなかバチ当たりの野郎ですね。参拝、ペット神社参拝早くしてください。In the shrine。 神社ってあれですよね、日本にしかないんですかね。そんなことないですよね。中国とかにもありそうですよね。ブレブレは飯を食うのはいいけども早く参拝してください。はい、ブレブレ参拝いきます。はい、どうぞどうぞ。はい、ブレブレ入ります。はい、ブレブレ参拝入ります。どっちでもいいですよ。そっちですか。ブリブリ参拝、ブリブリ参拝、あ、ブリブリそっち行きますか。サメ神社行きますか。ちょっと神社もあれですね、デブハムスター用にこうバリアフリーをしていかないといけないですね。ご参拝ください。でバルデスに参拝しないでください。はい、こちらに参拝してください。なんか参拝せずに飯ばっかり食ってますけど、
まあ、もっと食べたいならどうぞ。あ、ブリブリは可愛いですからね。要はなんか神社になんかキャベツみたいなやつ飾ってあるじゃないですか。あれキャベツなんかな。ボタン。キャベツみたいなやつと赤い実のやつと榊みたいなやつ、松の木もね飾ってありますよね。さあ、もじこさん、じゃあ満タンなんで帰られます。お勤めご苦労様です。はい、バターちゃんです。じゃあバターちゃんも参拝してください。はい、どうぞどうぞ。早いね。はい、参拝されました。さくらちゃんの手術が成功するようにバターちゃんが今神社に参拝されておられます。だいぶ深い参拝ですね。まあ、帰りは食べ物用意しておりますんで、ゆっくりしていってください。プリプリも結構暇だね、食うようになったな。あ、プリプリ参拝プリプリも参拝しました。ペット神社に参拝されましたね。ありがとうございます。これさくらちゃんも喜んでると思います。バダちゃんは参拝終わりましたか。なんか終わったみたいですね。まあ、ご飯食べていただいて、今年も収穫がよくねなったらいいですよね。まあバターちゃんはね、小麦色で可愛いですしね。またね、食べていただいて、まあ、ゆっくりしていっていただければ。まあ本当さくらちゃんのあれですよね、誕生日誕生日ちゃうわ、手術大変ですからね。一体どんな感じになるのか想像もできないですけどね。
ね、あんなでっかい物体が果たして、ね、取り除かれるのか、はたまた取り除かれないのか、まあでも獣医さんも大変ですよね。あんなちっちゃいですからね、ちっちゃいハムスターの手術して、ね、死んでもたらどないもならないですからね。お、かぼちゃの種いきますか。みんな結構挑戦しますけど、あんまりガリガリと食べる感じではないですね。え、みかんちゃんもう帰ろう。じゃあみかんちゃん帰ります。サバザブロです。じゃあ次はサバザブロが参拝されますんでよろしくお願いします。はい、サバザブロ君参拝です。参拝した後はね、エナジーバイト食べていただいて、結構参拝してますね。長いですね。サバダブロお腹いっぱい食べられますようにとか、そんなお祈りしたらあかんで、あのさくらちゃんが元気になりますようにというお祈りをしないとね。お腹いっぱい食べられますようにとかいういのお祈りしてるだやろ。サバザブロは自分の住所とか言うだやろ。住所、氏名、年齢、職業を言うだやろ。電話番号まで言うだやろ。神様にお腹いっぱい食べられますようにって言ったやろ。まあそのおかげでお腹いっぱい食べれてよかったな。まあうちのハムスターたちは一通りみんなこれでお参りしたんで、あとは子供たちが次にお参りしていく感じになりますかね。サバダブロ耳短っ、マンチカンみたいな、やっぱミミちゃんに似てるね。うん、なんか久しぶりやな、サバザブロな。サバザブロ今メイプルちゃんの家に住んでますからね。またお参り行きましたね。久しぶりのヤドカリハウスやな。まあ神聖なるヤドカリハウスですからね。リチエミちゃん、リチエミさん、シェアありがとうございます。サバザブロでーす。久しぶりに見たら、出が鳴ってましたね。お、むっちゃ食ってる。かぼちゃ行く。かぼちゃむっちゃ行くね。
行かへんのかい。暇だね、行く。帰るんかい。じゃあブリブリも買いますか。ブリブリ、ブリブリはもうずっとお祈りされてますね。ブリブリ買えるで、はい、はい、よかったね、お参りしてね、お腹いっぱいになってね。神社はいいとこですね。プリプリもお腹いっぱい。プリプリ帰らないんで。じゃあベイビーたち、あずきちゃん連れて行きたいと思います。あずきちゃんおいで、いでいでいで、はい、あずきちゃんです。あずきちゃんもお参りしてね。あずきちゃんもお参り終わったらこっちにピューレとエナジーバイト用意してありますんで、あずきちゃん可愛いですね。その間にプリプリをちょっと強制帰宅させておきますね。あずきちゃんお参りしていただきました。ありがとうございます。こちらがサバゴロウですね。サバゴロウも今から参拝されるわけですけど、サバゴロウなんか貧相やな、顔がな、もうちょっと太ったらいいのにね。
貧相な沢五郎ですね。まあこちら参拝していただいて、どうぞどうぞ。あんまりゆっくりと行かれましたね。ゆっくりと参拝されました。君回ってないよ。ちょっと、ま、回してみ。回るで。これが邪魔なんか。もう一回回してみなさい。あずりちゃん、あずりちゃん、あずりちゃん帰っちゃいました。サバゴロ、サバゴロ5号。アズリちゃん可愛いね。サバザブロ、サバゴロ、サバゴロもう帰んの。あずりちゃん、なかなか参拝の仕方がかっこいいですね。やっぱこれからはかっこいい参拝をしていかなあかんもんな。チャット GTP みたいね。かっこいい参拝していこう。こちらのハムスターサバちゃんは、あずきちゃんは里親募集しておりますので、皆さんよろしければ。非常に良い子ちゃんに育っておりまして、西の神社にも参拝しておりますし、非常にいい感じで育っておりますので、よろしくお願いします。今日も参拝、今日もお参りって感じですね。なかなかよくできたお嬢様でございます。こちらのサバゴロもね、参拝して非常にいい感じで
ゴーゴーもなかなかハードにされてますね。やっぱり現代はこう参拝の後はトレーニングランニングなんかいいんじゃないですかね。まあ当のさくらちゃんはねどう思ってるのかわかんないですけど、あずりちゃんもゴーゴーしたらサバゴロはゴーゴーしてますね。ゴー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 サバゴロいいじゃないですか、ね、あずきちゃんもゴーゴーしたら、まあ、さくらちゃんの怪我が治ったらね、ミラードさんの方です。この西の神社をね、まあ、正式にハムスター神社としてね、バラデスも応援していきたいと思いますね。まあ、さくらちゃんの怪我が治ったらですけどね、ハムスターの祈願といえば西の神社みたいな感じで、皆さんお参りにたくさん来ていただけるようにねしたいですよね。まあ獣医さんもね、レーザー手術成功したらね、腕のある獣医さんとしてね、バラデスはどんどん紹介していきたいと思いますね。じゃあサバゴロ君とあずきちゃん帰りますよ。まだ他にいますからね、次の参拝者がね、サバゴロ君もまだ参拝したい気持ちはわかりますが、はい、ご帰宅ということで、次のプレイヤーはこちらですね。あんこちゃんですね。あんこちゃん、あんこちゃん出てこないですね。こっちはクレジローですね。なんかクレジロー2匹いるような気がするんですけど、気のせいなんですかね。クレジローで、はい、クリジローです。クリジローもちゃんと参拝すんねんです。参拝したら後でな遊びましょう。
あずきちゃん可愛いですよね。やっぱ名前つけたらより一層可愛くなりますね。こちらはクリジローですね。クリジロー君も今参拝されてますね。クレジロー君も変な、なんか彼女できますようにとかそんなお祈りしたらあかんで、普通にな、さくらちゃん治りますようにってお祈りしといてください。こちらはあんこちゃんですね。あんこちゃんも今かお祈りに行かれましたね。参拝されました。お参りされましたね。ちゃんとさくらちゃんが手術成功するようにね、お祈りしていただいて、もうむっちゃ熱心にお祈りされてますね。むっちゃ熱心や、むっちゃ熱心や。熱心にお祈りされたら帰りは、団子食べていただいて、みたらし団子用意しておりますんで、まあピューレですけどね。あと55もできますしね。あんこちゃん参拝ご苦労様です。あんこちゃんはなんかでかいね。でかいのがちっちゃいのが、まあ、でかいな。お守りここにありますよ、はい、これですね。西野神社というのはバラですは存じ上げないんですけど、まあ九州だと思うんですけどね。まあいずれにしてもこの守りをね持ってさくらちゃんと月曜日にね病院に行きたいと思いますね。なんかよくなんか車とかに交通安全のお守りつけてる人とかいますよね。あれって御利益あんのかな。おむっちゃかぼちゃの種を食べ始めましたね。うん、うまそうに食ってますね。そうなんですよ、これむっちゃちっちゃいんですよね。まあちっちゃいですけど、かわいい。
これなんか犬の首輪とかにつけるようになってるんじゃないですかね。鈴もついてますしね。さくちゃんおはようございます。今子供ハムスターを映しておりますね。これは何ですかね、お守りってなんて言うんですかね、何なんですかね。この栗次郎は鼻はげてるやつですね。なんですかね、お守りとか神社とか、なんやろな、英語で通じるんかな。ペットお守りです。はい、これかな。ラッキーチャーム、ラッキーチャームとかね、ですかね。あ、ラッキーチャームアットザシュライン、ドリームキャッチャーとかね、そんな感じですかね、英語だとね。そんな感じですかね。チャームってそういう意味だったんですね。なんかペットのお守り的な意味があるんですね。チャーム楽天市場店には非常にお世話になっておりますが、こちらのあんこちゃんはなんかむっちゃ食ってますね。なんかかぼちゃの種を非常に気に入っておられますね。
よかったね、カムちゃんだね、美味しくってね。どう？美味しい。おシナモンさんバッチリありがとうございます。ハートミーありがとうございます。こちらのデブワンコちゃんはかぼちゃの種を食べて、いろいろお食べになっておりますね。クリジローはまたお参りに行かれました。クリジローもめっちゃ潜るね。鼻張り出るね、クリジローはね。なんでクリジローは鼻張り出るんですかね。今の白いのはこれ神社の名前ですね。西の神社ですね。あれ神社のお守りどっか行った。こちらがお守りになりましてね、これ持ってね、さくらちゃんのに一緒に行きたいと思いますね。あんこちゃんゴー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 ちゃんにしてもね、クリジローにしてもね、クリジロー午後、クリジロー午後、はいはい午後、クリジロー午後、クリジロー午後、クリジロー鼻かけてますね。やっぱあれですよね、やっぱ神社パワー、パワースポットですよね。パワースポットですからね、神社はね。さあ、じゃあ次行きますよ。もう一ミラーこうやって、まだあと4匹いますからね。グリジロー、もうゴーゴーしたしな、ね、帰りたはないかもしれへんけど、また明日。あんこちゃんも帰るで、おちゃん帰るで、はい、みんなバイバイ、ちゃんと挨拶して帰る。あんこちゃんでございましたね。さあ次は、
次はこちらですね。こちらは誰かな。あんみつちゃんですね。あんみつちゃんは ちっちゃいですね。はい、なんかクレジローが2匹いる。アンミツちゃんは非常にちっちゃくて可愛い感じの子です。ございますね。ちっちゃいですね。アメちゃんもお参り しといてね。こっちはクリジローですね。なんかクリジロー2匹いるんですけど、どういうことなんですかね。西の神社なんかおそらく福岡県ではないかと思います。はい、おそらく福岡県にあると思われます。なんかちょっと調べてみたくなってきましたね。まあもしさくらちゃんのね病気が治ったら、もう西の神社クレジローとクレジローの違いはあんまりないですね。ちょっと名前変えないといけないですね。昨日酔っ払って同じ名前にしてたんですかね。どっちかがクリザブローなんでしょうかね。ありましたね。福岡県に西の天満神社ありましたね。なんかシーサーみたいなやついますね。こんな感じですね。なんかどうなんですかね、由緒正しい西の神社ですね、はい、西の神社 YouTube もありますよ。LINE もやってますね。めっちゃ雪降ってますね。場所的にはどこなんですかね。福岡なんですかね。札幌？札幌？なんか札幌ではないと思うんですよね。
札幌ではないと思うんですよね。九州ですよね。あ、これですよね。あ、これですね。八幡宮なんですかね。ようわかんないですね。結婚式とかもできるんですかね。北海道じゃないと思いますね。多分九州でございますね。多分ここですではないかと思われますね。九州では宇佐と福岡を中心に神社へ宇佐神宮全国にある八幡宮の総本宮本宮的な福岡県の福岡県なんとか市なんとかですね。はい。やっぱこれですね。まあこの神社もまさかあれですよね。ハムスターで有名になるとはね、思いもしなかったと思いますが、そうなんですよ。まあうちのハムスターも大喜びですね。栗次郎も2匹いるけど、こっちはあんみつちゃんですね。あんみつちゃんもおかいですね。ちっちゃいですね。あれれれれ、あんみつちゃんちっちゃすぎて、こんなちっちゃいですね。ベイビーたちは元気いっぱいですよ。さあ、じゃあ次行きますか。じゃあアミちゃん変わりますかね。はい、じゃあ栗次郎か栗三郎か知らんけどありますよ。なんで栗次郎が2匹いるんか。栗次郎めっちゃ参拝してますね。さくらちゃん頑張って、さくらちゃん頑張ってみたいな。
フレジュールを変えるぞ。こちらはサバログです。サバログです。最初サバログローだったんですよ。言いにくいんでサバログになりました。サバログもねお参りしてますね。お参り終わったら甘いもん食べてね。めっちゃお参りしてる。こちらサバログですね。道場道場ログサバロー道場ログサバロー道場ログザブローでしたっけ。道場ログザブロー道は六サバロー。完全に無視されてますね。こちらサバエモンです。サバエモンはホリエモンではありませんよ皆さん。ドラえもんでもありません。サバエモンです。どんな名前の付け方やねんというね感じですよね。もうちょっと真面目に名前つけた方がいいですよね。道場六サバロー、かっこいいな。料理の腕が磨かれそうですね。こちらサバエモンです。ペットお守りに参拝されておられますね。こちらサバ道場サバロサ道場ロクサバローです。道場六サバロー欲しい方は里屋募集しておりますんでよろしくお願いします。なんか名前が決まると一気にこうなんかこうステータスが上がるような感じですよね。ハムスター募集って言われるよりなんかこうロイヤルハムスター募集の方でした。おサバログもお参りですね。
西の神社にお参りされてますね。バラですも明日神社行かないといけないですよね。竹筒の水を替え、榊を替え、掃除草刈りしに行かないといけないですね。サバヤモンです。まあ今日はこんな感じですね。じゃあ道場サバロクロをやりましょうか。まあベビーたちがね、いきなり広いとこにね出されると、前はでも結構豪豪してたんですよね。じゃあミミちゃん戻りしますね。サバヤモン、はい、買いましょう。それでは最後、ミミちゃん。帰ってきます。ミミちゃん、ガリガリしすぎやね。じゃあ、餌入れがガリガリしすぎて。すごいことになってるな、これ。餌入れに やっと帰ってくれたみたいな感じなんですかね。ミミちゃんは神社の巫女さんみたいなもんですから、巫女さんおいでやす、ペット神社おいでやすって感じですね。やっぱ戻ってきたら嬉しそうなエミちゃんですね。まあそらそうですわな。ああそうですよね、ミミちゃんの赤ちゃんいつ生まれるんですかね。なんかベイビーたちが来る、孫たちが来る前ぐらいになんか妊娠説があったような、まあなんか未だに生まれる感じないんで、もう一回クリオとに遊んでみるのもいいかもしれないですね。まあ子
交通安全とか安産とかね、やっぱ神社行ってたらいいことありますよね、本当にね。バラデスは厄年の時行ったかな、神社は覚えてないですね。まあ30何本の時ですかね、厄年っていうね、わかんないですけど覚えてないですね。36、7歳やったかな。なんか神社行ったような記憶がありますね。パンクさんどうです。ミミちゃんお疲れ。やっと帰ってこれましたね。まあ今日もいい時間になってきましたね。まあ、明日バルデスとは神社の掃除に行かないといけないんで。まあだいぶ荒れ果てた神社でございますけどね、田舎のちっちゃい神社でございますが、バラですが子供の時とかね、おみこしとかやってたんですけどね。コマハムコマ姫さんどうもお疲れ様です。ミミちゃんです。まあ、今日さくらちゃんのためにお守りがですね、こんな感じで届きましたんで、このお守りと一緒にね、手術に臨みたいと思いますね、月曜日ね。まあ今日はハムちゃん部屋掃除全部やったり、いろいろ、そうですね、可愛いですよね。ペットお守りいただきましたよ、本当に。これ首輪にぶら下げといたらね、鈴もついてますしね、いいと思いますよね。めみちゃんおかえり。いや本当ですよね、この西の神社有名にしましょうね。西の神社はミミちゃん九州やからな、福岡県やと思うけど、あまた桜ちゃんは治ったら西の神社有名にしてるからな。まあそんな感じですね。じゃあミミちゃん帰りましょうか。はい、ミミちゃんおやすみ。それでは皆さんまた明日。 See you tomorrow。